うなぎの稚魚シラスウナギの漁が昨日県内各地で一斉に解禁されました。志布志市と大崎町の間を流れる菱名川の河口です。昨日は日没とともに漁の許可を得た証であるゼッケンをつけた人たちが次々と膝まで水に浸かり、今シーズンのシラスウナギ漁をスタートさせました。シラスウナギは近年不漁が深刻化していて、2008年には1500キロ以上あった漁獲量が昨シーズンは3分の1以下の445キロに低迷しています。まだ3匹、まだ1時間ぐらいしかなってないかな。台湾が取れるな、取れる2週間ぐらい遅れてくる。今シーズンのシラスウナギ漁は18日間の休漁期間を挟み、来年3月31日の日の出までとなっています。